ビバン。全国の N 番ファンの皆様、旅っす。旅ます2号です。N 番を購入して約3ヶ月が経ちましたが、今回はこんなテーマでお届けしたいと思います。N 番買って良かったところ、悪かったところ。今回は私、旅ます2号が1号にインタビューする形式でお届けしたいと思います。それではどうぞご覧ください。まあ、うちはあの見た目が好きでまず選んだから見た目はもうすごくとても色ともにフロントの顔ともにねすごく気に入ってます。助手席側のなんていうのかなピラーレスは非常に便利ですね、釣りをするんで、ロッドをね、天井にさ装着してますよね、でそれを外すのにもやっぱり横からねサイドから外したりとか、ちょっと広々空間だから、非常に、取り回しがいいというかね、使いやすいです、だからそのピラーレスっていうのはもう本当に便利だなと思ってますね。ないの良かったところ。ない。広い。天井が高い。車中泊とかね、したでしょう。で、ベッドを敷いてるんですよね。で、ベッドを敷いて座っても天井に頭つかないぐらいなんですよ。多分これ普通の車だとついちゃうんで、当然ベッドのこう位置で調整すればいいっていう話なんだけれども。その必要がなかったっていうのはすごく良かったですよね、広々としてますよ、車中泊の時ね、その天井の高さっていうのはまずいいですよね、くるくるっとね、そうですね、N 版の特徴ですよね。これもやっぱりそのベッドキットを取り付けができるっていうところでね、良かったです。でまたそのベッドを、ベッドの話ばっかになっちゃうけど専用設計になってるんでね、良かったですよね。なんかこうアマゾンとかで調べると N 版専用みたいなね、そういう商品も比較的多い方だと思うんでね、そういうのもプラスですよね。素人なんでね、なんかすごい専門的なさ、話はちょっとできないんですけど、走ってて良かったところっていうと、軽自動車なんでね、どの軽自動車にも言えるとは思うんですけど、非常に小回りも効くし、走りやすいです。で、加速もすごく、この N 版の前は普通の乗用車だったんでね、あれなんですけど、申し分ないですよね。走ってて不満というものはそんなにないんですよ、このフロントにですね、モニターがあるんですよ、多分ホンダセンシングのね、これとちょっと連動してるのかな、モニターがあって警告とあとはお知らせっていうのをしてくれるんですよね、でこれがすごく便利で、例えばそのホンダセンシング、多分これカメラなんだと思うんだけど、この看板、50キロとか、看板をここに表示してくれんの。今走ってるとこ50キロ道路ですよ、みたいなね。それがすごく便利。で、あとは、衝突回避のアラート。ぶつかりそうだよっていう時に、ビビビビビって言ってくれたりとか、あとは信号待ちで、前の車が、発信したよっていうのもお知らせしてくれるし、もうこのホンダセンシングの機能っていうのかな、これはすごく便利です、
もう見てくれの話になっちゃうんですけど、両サイドになんかこうね、ボディの強度をね、あの多分強くするためだと思うんですけど、こう鉄板にこう波があるんですよ。あれは気に入らない。それはもう見た目の趣味の問題です。はい、僕はあんまり好きじゃないなっていうね。まあほら、製品上必要なものだから言ってもしょうがないんだけど、もうなんかこうボコボコしてるのが少し安っぽく見えるなっていうのが一つ。あとはそのハッチバックっていうのがトランク、後ろのバックドアっていうのが、高さが、車体がね、高さがあるんで、開けた時のその扉、わかります？この扉。扉がでかいんですよ、とにかく。だから後ろに車がある時とか、こう障害物がある時にぶつかるんですよね、開けると。そこはちょっとね、不満な要素。でもまあ高さがねある、まあそこの利点を考えると仕方ないんだけど、うん、もうちょっとなんかこう楽だったらいいなっていうね、いうのは思います。まず一つ目がね、シガーソケットの位置がすごく悪いです。助手席側についてる、これはもうとにかく使いにくいです。はい、でハザードのボタンの位置もすごく悪いです。よく使う方にとってはすごく煩わしい位置にありますね。ど真ん中にあるんで、はい、とあとはシフトレバーのなんていうの、表示、ドライブとかさ、パーキングとか、この表示夜になると全く見えなくなっちゃうんですよ。ライトもないし、なんていうのかな、光る蛍光色でもないから、もう全く見えなくなっちゃうんで、すごくちょっと扱いにくいっていうところ。あとは収納が少ないです。何かちょっと小物を入れたいなっていうね時に入れられる場所がないっていうのはあるかなと。荷物っていう、まあ、後ろの部分に積む荷物は大量に積めるんだけれども、悪かった点として、その運転席周り、助手席周りに、小物を入れる場所がない、その辺はちょっとね工夫して、なんかさっきも言った Amazon とかで買える専用品とかね、まあ何かいろんなものを駆使して自分で考えて作り上げていかなきゃいけないかなと思います。はい、あとはほら助手席の座り心地なんですか。走行中のロードノイズとかはやっぱりありますよね。であとは風切り音っていうんですか、この辺気にされる方はかなり対策をしなきゃいけないのかなと思いますし、うちはちょっとそこまで器用じゃないんでね、何もしてないですから、音をきれいにしたい、音楽とかね流れる音をきれいにしたいとか、もしくは雨の音、外の風の音の軽減をさせたいとかね、そういう方はまあちょっと何かしら必要ですよね。やっぱり揺れですかね、縦揺れ横揺れとありますから、ケーブルをね自作というか取り付けたんですけれども、このテーブル自体がこう揺れてさ、音がすごいじゃない。 N 盤自体の振動がやっぱり強いから、何かとねちょっとそこはマイナスかな。でも総合評価みたいなね話になっちゃうと思うんですけど、配送業で使う車としては多分値段がちょっと高いんで、ね、他のメーカーさんのね商用版にした方がいいとは思うんですよ。だけどじゃあこの N 版のクラススタイル、趣味的要素がかなり強いんじゃないかなと思ってるんで、この振動だったり音だったりとか結構妥協しなきゃいけない点はかなりあるんだけれども、そこをどう改善していくか、そしてその改善をどう楽しむかで、人と全く同じにならないようなね、作りが自分で作れるっていう点ではまあ楽しさはありますよね。だからお仕事で使う車っていう
カテゴリーなんだけれども、どちらかといえばやっぱり我々のようにこうアウトドアだったりとかね、趣味につなげて楽しむ車っていうイメージ、参考になりますでしょうか、こんな素人意見でね。これからなんかアウトドア仕様でね車を探してらっしゃるっていう方にはさ、結構いいかなと思いますよ、うん、そんなわけで、お送りしました。はい、Nバン買って良かった点悪かった点、はいはい、ぜひ皆さんのねNバンライフの参考になればと思いますよ。それじゃあ皆さんね、さようなら。はい、ありがとうございました。さて次回の旅番はこちら。